今オーストラリアにいます。サッカー選手をしています、栗田マーカー J です。今回なぜ YouTube をやろうかと思ったかというと、まあ、日本でも J リーグの蒲田マーレさぬきっていうチームでサッカーをしてて、去年は JFL の鈴鹿ポイントゲッターズにレンタル移籍でやってて、で今年からプロ4年目からオーストラリアでサッカーをすることになったんですけど、まあ、人生初の海外挑戦ということで、まあ、何か記録を残したいなと思って、日常をこうなんていうかシェアできたらなっていうのもあって、まあ、実際日本とオーストラリア結構離れてて、まあ、僕が普段何してるかとかも実際わかんないじゃないですか。だからそういうのをまあ、シェアできたらなっていう感覚で始めてみました。意外とね楽しいです、まあ、やることはまあほぼ毎日同じルーティンで繰り返しみたいな感じになっちゃってるけど、まあ初海外、どんなものがどんなことが俺をね待ち受けてるのかとか、まあ、どんな感じなのかっていうの様子をこの Vlog を通してお見せしたいなっていうのと、あとはまあもうこれ日記感覚でやってるんで、もうほんと軽く流す感じで見てもらえたらいいかなっていうのはありますね。僕自身ももう40歳50歳ぐらいになった時に見返してなんか面白いなとか、こういうことあったなっていう感覚で作ってる感じなんで、ほんと軽くやってるんで、はい、そんなところよろしくお願いします。あ、言い忘れてた、あと今日開幕戦なんですよ、リーグの超大事な試合じゃないですか。で今日からシーズンスタートするんで、実際今1月の6日ぐらいに来てるのかな、1ヶ月ちょっと経ってるけど、やっと開幕ということですごい楽しみですね。なんかそのサッカーの様子とかもいろいろ見せつつ、俺の日常とかそういう感じを撮っていきたいなと思いますんで、楽しみにしててください。それでは行きましょう、マークスダイアリースタート。これホワイトニングのやつらしい、使ってます。おはようございます。今からランニングに、行きたいと思います。朝9時半、気温30度、くっそ暑いっすけど、いい感じだね。これから走って軽く20分ぐらいから毎朝これ日課でやってるんだけど、走って部屋帰って、まあ、筋トレとか体幹とかやってっていう感じですかね。今日はね開幕戦なんで気合入ってます。景色がいいね。うん、景色がいいよ。完成、僕のブレックファーストです。見た目は
良くないけど味はねめっちゃいいからこれ。で食後のデザートはリンゴです。もうあのフルーツから糖を取るようにしようと思って、で本当俺甘いの大好きだから、すごいチョコとかもそうだしお菓子好きだしジュースも好きだし、本当そういうのはもうオフの日にしか食べないようにして、普段はもうフルーツから糖を取るようにしてます。もう良くないからね、あんまりそういうことしちゃうね。だから去年からか、もうしっかりフルーツ食べるようになったりか、フルーツ超うまいよね。自然がやっぱ一番いいよね。自然物ってすごいよね。これ自然だぜ。なんならね。結局一番うまいもん。Remonstrating with the referee, but didn't take long. Didn't take long. A bit of a stumble there by Sir Dean Waters. I'm not quite sure who stumbled, but allowed Werribee in. Make it. もう声が死んじゃいましたね。昨日夜試合だったんで、さすがに家帰ってきたのがもう12時ぐらいで、眠すぎて撮影できねえと思って今次の日の朝撮影してます。開幕戦の結果としては1対1の引き分けだったんですけど、まあ個人としては1点決めることができて、まあしかもアウェーの試合だったので、まあ悪くはないかなっていうふうには思ってます。まあ本当は勝ちたかったですけど、まあアウェーの地で貴重な勝ち点1を獲得できたっていうのは、まあ負けてはないので、次ホームで試合あるんで、そこは絶対勝っていい軌道に乗れたらなっていうふうには思います。前回、リーグで4位のトップ4に入ってるチームっていうふうに聞いてて、まあ、押される展開が多かったんですけど、その中でもまあしっかり、1対1という結果に抑えれたのは良かったのかなというふうには思います。もう声がね、声出しまくってたら枯れちゃって、もう自分の喉は赤ちゃんだ、弱すぎる。まあそんぐらい自分も気合入ってたし、チーム全体もすごい士気が高くいい感じにやれてたので、まあ、すごい充実したゲームではありました。来週ホームの開幕ということで、まあ、第2節にはなるんですけど、そこは絶対勝ちに行きたいと思ってるん でしっかり今日から準備して勝てるように頑張っていきたいと思います。オーストラリアの試合って見れんのかな、なんか NPL ライブみたいなのがなんか探したらあったんだけど、それのちょっと見方は俺ちょっとあんまよくわかんないんだよね。もし試合見たいとか興味ある人いたら検索してちょっと調べてみてください。ここ概要欄載せとく？概要欄とか載せとく？これ一回やっとく？そういうの。概要欄載せとく？これ一回やっとく？そういうの。
like I'm on a getaway. Cause I gotta get away. Like the match to match the vibe. As I roll to 85. Like I'm on a getaway. Cause I gotta get away. Like the match to match the vibe. As I roll to 85. Like I'm on a getaway. Cause I gotta get away. Like the match to match the vibe. As I roll to 85. Like I'm on a getaway. Cause I gotta get away.